あの何か好きなキャラクターとかってありますか？選べね。でもやっぱ私セーラームーンが好き。セーラームーンが一番好き、はい、何か好きなキャラクターはありますか？ウラノスが好き。ウラノス。すごい懐かしさしかなくて、でなんかすごいもう関係性とかも全然もう昔と変わらない感じのこう温かさとかがあって、すごくもう懐かしさで感動して涙出ちゃいました。あ、本当ですか？はい。いつ頃からのセーラームーンは見られてましたか？だいぶちっちゃい頃なんで、幼稚園入ってない時ぐらいかHello everyone, this is Chris from Tokyo. Thank you so much for watching my interview video. I appreciate it. I'm so excited. Thank you very much. The part 2 movie will be showing 11th February this year. I can't wait. I'm so excited. I can't wait! I can't wait! In this video, I'm gonna show you the movie review that posted by Japanese and interview Japanese people who watch Sailor Moon Internal Part 1. Let's get started. Moon Prism Power Make Up! Momo-chan is always brave woman. At voucher shop.A couple was flirting and talking. You are my tuxedo mask. I was very moved by this couple's conversation. Minako-chan's transformation scene is so nice. Artemis in human form is not my taste. I wonder that Trey-chan's is slowly developing problems. She is so well-bred that she seems to only attract weirdos. This is just my personal opinion that I like Rei-chan if she is not so preppy as an anime. Rabbit and child costume is so cute. I really like the atmosphere that they hesitate about flirting each other. The story and sound were fantastic. Not only the Sailor Moon were so cute, but the enemy characters were also cute and cool.I can't wait the second part of movie. Moon Prism Power Make Up! Finally watched it. I really wanted to watch it on movie premiere but I didn't. Jupiter is my number one favorite character. Such a sweetie. But this time Venus was by far the best of the best. And I want to watch Haruka on the movie as soon as possible. She is in the Beauty Hall of Fame.If possible, I want to watch the second part of the movie on movie premiere, 11th February. Every time Haruka-san comes out, it touches my heart. Moon Prism Power, Make Up! 本日ですね、あの前編が、セーラームーンの前編が初めて公開されたんですけども、見られて感想はいかがでしたか？すごい綺麗。絵が綺麗だった。うん。なんだろう、なん
昔のバージョンも見てたんですけど、はい、それその時みたいなワクワク感っていうか、はい、なんか昔に戻った懐かしい感じが蘇った。ああ本当ですか。いつ頃からセーラームーンを見られてましたか。自分は幼稚園とか小学生くらいの時に。それはあの映像で、あとは漫画両方ですか。私は映像です。映像の方で。今日1月8日、はい、セーラームーンの前編が初めて公開されましたが、はい、あの見られた感想はいかがでしたか。もう懐かしさしかなくて、声優さんとか変わってるところもあったんですけど。あ、もう一度お願いします。ちょっと声が。声優さんとか変わってるところはありましたけど、それでもやっぱりこう昔のアニメでやってたセーラームーンが見れてすごくなんか感動しました。本当に25年ぶりの今回、はい、まあ映画化になるんですけども、はい、やっぱり結構感慨深いものはありましたか。そうですね、私最初のシリーズ再放送の世代なんですけど、はい、でもなんか変身シーンとか変わらずで、なんかすごい懐かしさしかなくて、でなんかすごいもう関係性とかも全然こう昔と変わらない感じのこう温かさとかがあって、すごく懐かしさで感動して涙出ちゃいました。あ、本当ですか。はい。あからセーラームーンが公開されて見られたんですけど、はい、あの感想をいただけませんか。そう、あのちっちゃい頃に昔見てたんで、はい、ストーリーあんま覚えてなかったんですけど、はい、見てたらちょっと思い出して、はい、懐かしいなってなって。あ、本当ですか。はい、よかったです、ね。今回の実写化が25年ぶりなんですけども、それはご存知でしたか。知らなかったんで。あの何か好きなキャラクターとかってありますか。選べね。でもやっぱ私セーラームーンが好き。セーラームーンが一番好き、はい。何か好きなキャラクターはありますか。私はもうウラノスが好き。ウラノス。ウラノス。あの2月の11日から後編が公開されますが、そちらの方は見に行かれる予定ではいますか。あ、一応見たいよね。一番面白いところなんで。今回映画を見られた後に何かグッズとか買われましたか。いや、特に買ってなくて、見て満足した感じです。確かに。のセーラームーンの中でどのキャラクターが一番好きですか。やっぱりセーラームーンウサギです。月のウサギが。月のウサギが一番好き、はい、一番好きです、はいはい、あの2月の11日に、はい、後編が公開される予定ですが、はい、そちらの方は見に行かれる予定はありますか。もうぜひ見たいですね。続きがすごく気になります。まあこういうコロナの中で結構大変な時期に、まあ、本当に久しぶりにセーラームーンが、まあ、あの映画化されて公開されたんですけども、何かこう勇気づけられたり気分的にすっきりしたような部分はありますか。そうですね、やっぱり昔のものを、懐かしいものを見るっていうところで、あのなんだろう、勇気を持って見に来れるような映画でした。まあ、映画を見て勇気をもらった。はい、すごく勇気をもらいます。キャラクターの中で、好きなキャラクターとかありますか。みんな好きなんですけど、強いて言うならマーキュリーです。マーキュリー、はい、と2月11日に後編がまた公開されるんですけども、はい、そちらの方は見に行かれる予定はありますか。予定です。今回あの映画を見られた後に何かグッズとかは買われましたか。グッズは買ってない。こういうコロナの大変な時期に、まあ、25年ぶりにセーラームーンが公開されましたけども、何か勇気づけられたようなことはありましたか。まあ、もちろん勇気づけられたとか、あとは何かこう気分的にすっきりしたとか。
青春っていうかです、そう、もう久しぶりだった、見れたからなんかすごい楽しかったなって、久しぶり楽しかったなって、うん、あのセーラームーンのカフェが新宿と空町にオープンしてるんですけども、そちらは行かれる予定はありますか？わかりました、ありがとうございます、はい、すいません、なんか東京空町と新宿に、はい、まあ、セーラームーンカフェが、はい、実はオープンをしてるんですけども、はい、そちらの方には行かれる予定はありますか？行きたいなと思ってるんですけど、やっぱちょっと状況次第になっちゃうかなっていう、コロナの状況で、はい、宣言が終われば行きたいです、ぜひ。わかりました、ありがとうございます。あ、すいませんこのようなあのコロナの大変な中に、あの今回こうやって映画を見られて何かこう勇気づけられたとか気分が晴れたとか、そういうのありますか？まあ、気分が晴れたっていうのはあります。いつ頃からのセーラームーンは見られてましたか？もうだいぶちっちゃい頃なんで、幼稚園入ってない時ぐらいかと思うんですか、ね、ありがとうございます、すいません、ありがとうございました。I'm just happy you are here. Thank you for watching. I will see you guys next. Peace!